クビアラインのとこから歩いていきましょう。ああ、こっちかな。団子石。あっちが団子石なんだ。団子石も言われたんだよね。3名ほど、お兄さん2人とお姉さん1人に聞きました。はい。こちらそうです。で、お姉さんの話によると、ヤブだらけで行けないよって言われちゃったんですけど、まあ、ヤブ突っ込むのはね、得意なんで、まあ、今日は本当に下見なんで、車止められるところがあるかどうかだけをチェックしに来ました。まあ、滝入不動産のところにね、止められるからいいかなと思ったけど、はい。で、途中まで舗装されて、途中から砂利道って言ってましたね。あ、ここか。ここっすね。はい。車は止められるところはないっすね、今のところね。今のところはないです。だから、滝入不動尊に止めて歩くのが一番正解かもしれない。息切れです。一応情報では車で行けますよって書いてあったんですけど、やっぱり言ったかな、言ったよね。もうね、酸素不足で頭回らん。はい、そうなんですよ。まあとりあえず最近ね、ちょっと城跡がね、いっぱいあるの分かったんで、ガードレールあるね。そう、なんかもう、なんだろう、名前だけで何もない城跡とかもあるんですよ。だからそういうのも含めてね、回ってもいいかなと思って。喋るのきつい。止めるとこは本当にないね。ただこれは車で上がれないこともないな。よく、まあでもこういうところにお城を建てるっていうんだから、そこそこでかいんだろうね。首洗い滝、この辺滝っていう名前がつくのがね、3つぐらいあって、滝入不動尊でしょ、でなんだっけ、沢入口滝でしたっけ、滝入口沢でしたっけ、まあなんかそんな感じの名前と、で首洗い滝っていうのがあるんですよ。で、今うちが向かってんのはその沢入り滝だか滝入り先、大きい平行線ってことに向かって言うんですけどね。U ターンもできないよね。頑張ればここのスペースでいけるかなという感じですけど、ちょっと、きついな。あ、水の流れる音が聞こえます。あんだっちゅうね。でも熱あるときは汗かくと収まるよって聞いたことあるんで、高校の先生が言ってましたよ。ちょっと風邪っぽいぐらいだったら汗かいた方が治るよとか言われたことがあります。だからこれ終わったら熱が下がってることを願いたいと思います。戦場カメラマンみたいな喋り方になってますけど、わざとじゃないですよ。
ここか、 U ターンできるかな、ここな。ここ行けるかな。これだ。で、これ左上行くと首洗い滝ですよね。でも長時間車止めるのは無理かな、ここは。とりあえず沢入り滝入り内沢、もうあのね、名前わからんに向かって休憩します。よだれが止まりまへん。これなのかな、砂防ダムに見える。でも U ターンできるなくない？多分これだよね。多分ね。多分これのこと言ってんじゃないかなと思うんだけど、どうなんでしょう。ちょっと一回止めて休憩がてら調べます。